M スエナジー藤原和樹、16番グリッド高木プランニング武藤雅奈、17番グリッドは松井沙羅と、以上17台での戦いとなります。対決は8コーナーへと、そして今最終コーナーへと向かっていきます。予選ヒートは10周での戦い、フロントローは塩田と遠藤、来月戻ってきます。マイクロクラス予選ヒート10周での戦い、まずブラックアウトスタート、いい形で聞いてきました。ホールショットどうでしょうか。おっと白色のヘルメットをかぶります、この選手塩田か、塩田総一郎が現在トップをキープ、どれですか、ちょっとごめんなさいね、ゼッケン10、そうですね、塩田総一郎がトップをキープ。2番手には遠藤新太、3番手には中井、4番手には酒井龍太郎というような状況です。ミドルラインから立ち上がってきます、3番手につけています中井、4番手までは本当にこれが一律状態というような感じでしょうか。そして5番手に上がってきていますのがグリフィンか毒王かといったところですね。ゼッケン3番ですからグリフィンです。ゼッケン3番のグリフィンが現在5番手、その後ろには二之浦涼樹、その後ろにニューマンというような状況です。塩田総一郎が現在トップをキープです。2周目に入りました。3コーナーへ向かっていきます。トップ集団は大きく見るとどうでしょうか、6番手から7番手くらいまでの位置となっています。少し切れ目がありまして第2集団というような状況、第1集団はニューマンまで、その後ろには1台だんだん抜け出してきたというような感じなんですが、8番手に服部空、その後ろ9番手以降が第2集団となっています。この第2集団の全体は徳岡大河、その後ろ2台が藤原和樹あたりが上がってきたでしょうか。藤原と、そしてゼッケン7番のゼッケン7番の田崎修馬といったこの2台ですね、なんと最後尾の方から上がってまいりました。藤原和樹どん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 このまま順位を上げてくるでしょうか。2周終了、3周目へと入りました。トップ2がもうテールトゥーノーズの状態です。塩田総一郎のすぐ後ろには遠藤新太がつけています。3番手以降、3番手争いも2台というような状況で、3番手争いは中井春人と酒井龍太郎、そしてインサイド、伺っていきます。酒井龍太郎前に当てられておりません。現在4番手のまま、5番手集団が3台です。5番手集団が3台で、グリフィンを先頭にグリフィン、ミノーラ、ニューマンという3台が5番手争いとなっています。ここまでが第1集団、最終コーナーからホームストレートに戻ってきます。その後ろには絶対2台をつけます遠征組、服部空が8番手、9番手には徳岡、10番手には藤原和樹というような状況です。トップ2、ここはまだ均衡は崩れておりません。遠藤がピタリとつけています。4周目に入りました。4コーナーへと向かっていきます。トップ集団のこの第1グループは誰も動きませんが、先ほどまでは3番手争いは2台というような感じだったんですけれども、中井隼人のこの3番手争いが大きく膨れました。3番手争いは5台目集団となっています。ニューマンまで含めての5台目戦いが3番手争いです。この中で最も速いタイムを出していますのは塩田総一郎、それでも1周目の時でしたね。現在の周回では3番手争いを行っています。中井を先頭にしてました。この集団がだいぶ上がってきました。45秒4をマークし始めました。45秒4をマークし始めて、そしてこの後トップ集団もバトルが始まると、トップ2台もバトルが始まると思いますから、そこまでいかに我慢することができるかといったところでしょうか。塩田の前には遠藤新太、まだ出ておりません。仕掛けているのか、それとも一生懸命ついていっているというような状況なのか。先ほどの周回では遠藤新太の方がやや塩田よりもタイムは良かったんですね。トップ集団が戻ってきまして、5周終了、6周目に入りました。後半戦に入ります。HR ジャパンの塩田総一郎が先頭、2番手が遠藤、その2番手3番手の間隔なんですが、コンマ5秒の差があります。コンマ5秒の間隔、4コーナーへと入ります。トップ2、そして3番手争いが再びというよりは、2番がですね、前を行く選手などを捉えていきまして順位を上げていったためです。5番手に上がりましたニューマン、
3番手の走は2台です。中井春人と坂井龍太郎のこの2台が来ているというような状況で、5番手争いも少しばらけてきました。その後ろの集団の方がバトルが激しくなってきておりまして、ミノーラ、そしてグリフィンの後ろなんですが、ベッケ39番をつけます武藤正馬がなんと16番グリッドからですね、どんどんと上げまして、現在8台に起用しまして、武藤正馬8番手まで上がってきました。その後ろに藤原和樹も15番グリッドから現在9番手まで上がってきているというような状況。7周目、今トップ2が5コーナーと、5コーナーと入りました。すみません、今放送室に蜂が飛び込んできまして、ビクビクしておりますが、失礼しました。最終コーナーとアプローチ、このトップ2の間隔が縮まって、いや2番手3番手の間が縮まってきたかもしれません。先ほどこんなプリンあったその差が、あでもやっぱりまだこの原価コーナーは変わりませんね。塩田、遠藤というこのトップ2、その後ろ3番手争いは中井と坂井龍太郎のコンビのトップ2です。さあ動いてきました、3コーナースピードを乗せていきました。遠藤新太、4コーナーにかけて横に並びかけてきて、そして塩田を捉えていきます。先頭に立ちました遠藤新太、トリプルAモータースポーツの遠藤、それに対して今度は5で戻していきます。塩田選手は落ち着いています。3番手争いも来るか、そして8コーナーは今度は遠藤新太が飛び込んだ、立ち上がってきて最終コーナー、遠藤を先頭に2番手には長打、これで3番手以降も追いつきました。中井春人、坂井龍太郎も追いついて、トップ集団は4台、その後ろも追いついてきております。遠藤を先頭に次の3コーナーへと向かっていく、動いてくるぞ、動いてきた長打選手を飛び込む、しっかりと止まって立ち上がってくる塩田総一郎を先頭に、2番手が遠藤、そして3番手争いに動いて4コーナーでインに飛び込みました。坂井龍太郎が前を行く中井を捉えました。その後ろの5番手の位置からニューマンチームを伺っている、伺いつつもポジションの方は変わりません。これで集団が戻ってくるとファイナルステージ入ります。そして最終コーナー、ビジュアリーシングのニューマンが動く、中井春人を捉えます。ビジュアルレーシングのニューマンが4番手に出場、これでラストラップ1、最後の1周となります。シエラを先頭にし、ファイナルラップに入りました。まだまだチャンスは残されている。4番手争いが激しい、4番手争い、ニューマンの後ろあたりが動いているような状況です。そして並びかけてきて、中井春人が二の裏重機を捉えていきます。おー、3コーナーでは1体がスピン、ユーロフラッグが振られています。あ、後続の方でバトルがありました。そうした中で再スタートを決めていきます。8コーナーから立ち上がってきて、最終コーナーへとアプローチ、塩田のインをこじ開けていきたい遠藤新太、横並びのまま塩田がわずかに前でチェックを受けていきます。トップ集団チェックを受けていきました。塩田が先頭、2番手には遠藤、3番手には坂井龍太郎でした。この